この前来させていただいた時にちょっと会いたがってた人をね連れてきました。いやー久しぶりの登場ですね。何年ぶりや。こんにちは。よろしくお願いします。昨日はお疲れ様でした。すいません、昨日はあのお伺いできなくて。あちこちでそうそう、あの撮影の機材の充電が切れてしまって。ああどうしようもそうなんです。なんでね、あの今回あの店長の方にですね、お詫びじゃないですけど、この前来させていただいた時に、ちょっと会いたがってた人をね連れてきました。はい、ちょっと今から呼んできてもよろしいですか。はい、じゃあちょっとお待ちください。はい、ヨネション TV。 おはようございます。あれ、しんちゃんではないです。しんちゃんではないんですけど。しんちゃんではないんですけど。おいちゃん、どうやった？何してた？痛い。おい、どこに消えとんねん。いやー久しぶりの登場ですね。何年ぶりや。2年ぐらい。コロナ入ったから出てるな。いやいやー感動のそうです。まあ何してたん。何してたん。もうツイッター消えるわ、YouTube も消えるわ言うて。まあまあそこはね、バタバタしてたのもあるけど、全然連絡ないし、消えへんし。お説教タイム。みんなはこいちゃん何してんやろ、みんな言うて。あんだけ撮ってんな、来てたら。そうなんですよ。嬉しいわ。いやーこれは嬉しい。涙出てくる。ほんま。でもさっさや。これでも危なかったよ。危なかった。勝手に出てくるから。最初さっき出て。さ出て行ったけど、じゃ分からへんから。俺そこで隠れてて。そう。やばい、トラ君に後から入ってきてみたいな感じで言われてたのに、分かった。あったら店長急に出てきて気づいてないから。いやだからあのトラ君の誰か友達かなと思ったら、ね、また後で入ってくるんかなと思って思っとって、サングラスかけてるし、声のつけなんで絶対頭ないからな、受けへんかったから。そうなんですよ。なんでね、 YouTube も Twitter もいなくなって、なんで今回僕があの、無理やりちょっと出てって。無理やり出ていただきました。YouTube は昔したけど、あのうちは来るやん。そうね。まあ虫は別にその合わせて別に飛んでる。虫はね、割としてる。してんの。まだもうちょいちょいカモだし。なあ、あんだけ撮ってくだったのに。いやまあだから一回逃すとタイミングがない。まあこのタイミングでまた。いいきっかけ作りですね、これは。そう僕やっぱ昔から見てたんですよ、こいちゃんの動画をずっと見てて、やっぱりメシアといえばこいちゃん、というねあったんで、もう今回はねぜひ、前回店長会いたがってたんで、連れてきました。ありがとう。いやいや、もうだからこいちゃんもおれへんし、この YouTube 撮る人はほら関西でおれへんや。まあザルさんはアウミさんかってな、やめはったからね。だからほんでトラ君も関西あの来させてもらっていいですか。はい、ぜひぜひ来てください。めっちゃいい人。いい人よ。
あの、何か、後で何考えてるか分からない。ない。そんなことはないですよ。なんで、今回ね、あの、ネシアさん、あの、キッチンカーとかやってるんで、その動画とかね、恋ちゃんを中心にちょっと、撮っていきたいなと思います。いや、それも懐かしい感じじゃないですか、やっぱり。な、多分、キッチンカーを やり始めて、恋ちゃんおったら多分、恋ちゃんが YouTube 上げて、まだ宣伝してくれる。そうそうそう、それ。やったんや。それをよく見てたから、あの、フランクフルトとかね。よう見てたよ、俺は。感じやね、サプライズです。びっくりよ。はい。店長を驚かそうと思って。絶対な、頭ないからね。ですよね。ほんまに。あの、今、恋之助、恋之助モードじゃなくて、あの、一般人モードやから。気をつけて。最高や。ありがとう。ありがとう。嬉しいです、僕も。嬉しい、めっちゃ嬉しいわ。オリジナルグッズ、概要欄からゴーゴー。じゃあ、久しぶりの恋之助モードでお願いしますよ。ちょっと、頭ないから無理やな。車にあるから無理や。車、あの、脱皮したから。あ、なるほど。これやから取れるでしょ。もう、こいちゃん決めていいよ。何をすか。何をするか。マット買います。マット買います。普通の買い物じゃん。マット買って、サンランタン買って。じゃあ、僕は買って、じゃあ、僕は買って。で、サンランセットする。まだ始まる。禁止でこっちに提供する。いいですよ、うん、いいですよ。じゃあ何も買う。携帯代から提供していこう。そっかそっか。くじやっていいんじゃん。くじやりますか。そう、くじも昨日のいっぱい持っていとったけど全部出へんかったから、これじゃあやりますか。何いる。 1,2,3,4 4人いる。4人やりますか。3回1000円ずつ。1000円ずつ行きましょうか。急遽。急遽。行けない。行けない。出たらどうするの。え？行けない出したら思うんだよ。行けない出したらあかん。一人出すやつ。やりかねんな。行きましょうか。それからそれから。なんでサングラスなの。はい、というわけで昆虫くじ対決。1,2,3,4人。はい。順番決めましょう。決めましょう。せーの、最初はグッ、じゃんけん、ほい、ほい、ほい、さすが。一番をひげと。鳥の方がいい？鳥だな。じゃあ鳥で。最初はグッ、じゃんけん、ほい。最初はグッ、じゃんけん、ぽっ。あいこでしょっ、あいこでしょっ、しょっ。2番、3番。はい。鳥。いきましょう。はい、じゃあまずは、はい、しんちゃん。しんちゃん。はい。はい、しんちゃんもお久しぶりだそうで。久しぶりです。3ヶ月。これはなかったかな。いや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 、もう、一個もこれね。虫活もできる。今日は久しぶりに来ました。インセクトスター代表でじゃあお願いします。はい。当てに行く。俺も一発当てられる。おぉ、色出したなぁ。色2つ。じゃあ続いては視聴者代表マサトさんですね。お願いします。おお昨日使いすぎですよ、運を。昨日の運は使いすぎですね。トラの番結構引いちゃうっていう噂があります。行きまーす。今日の主役。それを言ったら絶対当たらんねん。それを言ったら絶対当たらんねん。それを言ったら絶対当たらんねん。行きましょう。いっぱい入ってる？入ってる。あっ、嘘でしょ。やらせかと思われるぐらいの。すごくないこれ。なんだ、マジのやつだ。
まだあと2回残ってる。怖いねんけど、ねえ、やりそうやな。いきます。それよかった。うわいや、マジで、やるね、さすが。やっぱ持ってんな。うそや。一発目やったね。やったね。やっぱりコラ復活や。そういうことですよね。身内でやらかすところ。ナンバーワン。大体身内でやらかすからな。いや、俺当たらんと思ってるし。さすがだね。しかも、いっぱい入ってる。入ってる。って言ってやらすぎたんや。結構入ってますよね。入ってるでね。割と重いで。昨日は、だから最後はほら、だいぶ軽くなっとったから。それでもで、なあ、うまいこといっぱい入ってる。前さんにこんだけで、その10個やるな。やっぱり前座でしたね。10投目やもんね。うん。やらかそう男。896タネ89.6メシア896です。初めてです。よし、おめでとう。おめでとう、こいちゃん。なんか複雑。じゃあマジでやらせみたいになってる。すごいよね。そんなことある。本当に本当に、うん、いやびっくりすんな。そういうことやね。しんちゃん TV。 ヨネちゃん TV。 しゃべれよ、トラ。進行お願いしますよ。嫌ですよ、ちょっとマリトッツォ食べようかな。じゃあ俺クレープや。いやいや、そういうことじゃなくて、ここですよ、キッチンカー。おう、こんなんできたんやね。わざとらしい。知らなかったね。いや、知ってたよ。知ってたけど。知ってた。知ってたよ。いつから。だってツイート流れてくんねん。今日はありがとうございました。マリトッツォとか言って流れてくんねん。写真撮らせてくれる人だけな。あ、そう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 、うん、そう。だいたいいつものメンバーが撮らせてくれる。ただやっぱり一般の普通のお客さんはやっぱりちょっと顔が、ああ、頭だから。あ、じゃあ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 、ちょっと痛い。何してるん、顔出しか。やろうと思ったんや。顔出しだってやろうから。このキッチンカーでは何を売ってるんですか。ちょっと見せてもらってもいいですかね、メニュー。しらしらし書いてあるのにな。いやいや、視聴者の皆さんに、マリトッツォ。マリトッツォっていうのはこのパンに生クリームが。そう、あのね、イタリアの伝統お菓子なんです。へえ。それは知らなかった。ほんでパンって普通のパンじゃなしにブリオッシュっていう、はい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 、はい、それ専用の生地で作ったパンなんです。それに、ホイップ生クリームを入れて、であとはまあ、いろいろこうアレンジして、そういうことですね。オリジナルでやってるんですけど。へえ、これ僕食べたいです。どれ。この一番人気食べたい。ダメ。一番人気ダメ。ダメですか。だって俺と色一緒やし、あかん。どういうことかよくわかんないけど、こいちゃんはどうすんの。あれ、こっち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 。クレープもあるっすね。これ。いや、もうなんかいいね。クレープって言ったらバナナとチョコレートやろ。王道だね。それ行きましょうか。はい、行きましょう。というか店長。はい。値段がめちゃくちゃ安いんですけど、これでいいんですか。いいんです。メインは蒸しや。ああ、まあそうですね。これ蒸しはいいんじゃん。だから昆虫食が流行ってんやろ。営業部が営業部。乗ってきちゃった。乗ってきちゃった。それを入れたらどうかな。昆虫食マリトッツォ。それ食べる。けどネタとしては面白いかもしれない。死んだやつを置いといて。死んだやつ。そっちビビビ。じゃあ僕このチョコのマリトッツォとコイちゃんが。バナナクレープ、バナナチョコクレープ、バナナチョコクレープ、はい、お願いできますか。はい、ありがとうございます。はい、お待たせしました。こっちが今トラ君が注文してもらったチョコのマリトッツォ。チョコのマリトッツォ。はい、でこっちがこいちゃんが注文したバナナチョコクレープです。ありがとうございます。出さない。
え？安ない？安いよね。安いな。これ330円だよこれ。え、トラコンさ、逆にこれ全部頼んだよかったんじゃん。こっからここまでお願いします。金額的には全然違うけど。乾杯。デザートで乾杯するのかな。すごい初めて食べる。トラの素顔が今から。見れなー無理にしてこんなもうしゃあないもうだってマスクにいっぱいついてるもん食べ方しようとするしやぜひネシアに来たらあこれって土日だけですか毎日やってるんですか、ね、店長、はい、店長これって毎日やられてるんですか土日毎日日曜やってるけど、木曜日が定休日やから、はいはいはい、木曜日はお休みと、あと雨が降ったら、あここ、うちのお店の両サイドが建物ないから、吹き降るんなるほどですね。雨で。うん、でキッチンカー、こっちはいいけど、向こうから開けっぱなしやから、入るときやるから。そういうことですね。で、やめるんです。今からあかんやん。梅雨の時期。梅雨入っちゃうもんね。雨が降ったらお休みと。雨が降ったらお休み。だからまあ、お客さんには、リピーターさん何人かいてはるけど、うん、もう雨が降ったらお休みで。で、一応夕方までですよ。夕方まで夕方まで。で、夜はやってくれない。やってくれない。大変大変。大変。うん、だって、今でも、今まだ、冬場はマシやけど、発送しながらやったら、人数がおらへんし。で、こっち作りながら、だからもう、ピンポン、みんなピンポンした。あキッチンカーでインターホンピンポンなんてないよね。ないですね。でそれを取り付けて、でここ留守の時は押してください。うん、呼んでください。スタッフを。で、ほんでお店の方から給湯器来てキッチンカー。そういうことです。一つ聞いていい？なんでキッチンカーをやったの？キッチンカー。うん、向かいが酒屋さん、山屋さんでダイソーがあって業務職員がスーパーあるから人が集まってこの通りコンビニとかも何もないの。ないわ、ほんまにないわ。ちょっと離れていかへんの、うん、だからあのだったら買いに来るんじゃないかと。なるほど、お弁当売ってたしな。そう、昔お弁当売ってた。お弁当、お弁当ほんまの初期。じゃあ皆さん、あの木曜日と雨の日はやってないので、やってない、はい、それ以外でね、はい、もしご来店されたらぜひね、これマリトッツォめっちゃ美味しかったんで食べていただければ。気をつけないといけないのはちょっとあの顔を隠しながら食べようと思ったらむせます粉がね。そう、粉が効かここいっぱいついてるあ、ほんまや、じゃあそんな感じで、はい、最後はこいちゃんに締めてもらいましょうか、あの言葉でね。写真はどうも小井之助です。イエイイエイ